不眠症、自律神経障害、抜け毛、肌荒れなど様々な症状に悩まされていた大阪市からお越しの諸賀様の体験談を聞いていただきましょう。私は平成22年に最愛の家族を亡くしたことで精神的に参ってしまいまして、胃潰瘍、不安症、パニック症、自律神経失調症、不眠症を次々と患いました。中でも不眠症に関しては心療内科で薬をいくら変えても改善しませんでした。さらにこれらの疾患で処方されたたくさんの薬の服用で胃腸の不快感は日常的なものとなり、抜け毛や白髪がかなり増えました。あと、筋肉の緊張から頭痛や腰痛と胸筋が動きにくいために息苦しいという状態が一応続きまして、心療内科のほかにリハビリ治療、鍼治療も追加となりまして、3年間の間で年間15万円の治療費を負担してきました。今年の1月からリタライフを1日半身浴で毎日15分自分に負担のない限りで入浴を開始いたしまして、1ヶ月ほど使用していく中でまず体温が上がったことと呼吸がすごく楽になったこと、あと抜け毛がかなり減りました。あと肌荒れも改善したことなど、これらをまず実感し始めまして、さらに使い続けていく中で入浴中にあくびが出るようになってきました。現在使用して3ヶ月経ってますけれども、寝つきは格段に良くなりまして、薬の方は当初就寝前に6種類の7粒を飲んでましたけれども、現在は2種類の1と4分の1まで薬の量も減っています。それで毎日平均大体6時間眠れるようになりました。次々3780円の水素のお風呂リタライフ、こちらを利用して不眠症が緩和したことで体も心も経済負担も軽くなりまして、昨年では考えられないような楽しくてアクティブに過ごす時間がすごく増えたことがとても嬉しいです。